1981年の阪神タイガースでは、1981年の阪神タイガースの動向をまとめる。この年の阪神タイガースは、中西太志監督の2年目のシーズンである。前年の5位から巻き返しを図るものの、この年は、巨人が5月から独走して、阪神を始めた球団が追いかける展開。チームは6月以降成績が上向くものの2位から4位を行ったり来たりで、 なかなか波に乗れなかった。8月26日のタイヤクルト戦で、途中交番の江本武則が、ベンチがアホやから野球ができへんと発言し、中西太志監督の投手起用を痛烈に批判。江本はこの責任を取り、シーズン途中に引退した。投手陣では、エースの小林修や山本和幸、ルーキーの中田義弘などがローテを守り、リリーフでは、 池内豊とこの年ロッテから移籍した福間治が中継ぎの,の柱として活躍したが抑え、不在に泣かされた。打撃陣では前年怪我から復帰の藤田平や4番の掛布さゆが打線の中心となり、特にベテランの藤田は巨人の篠塚和則とのマッチレースを制して、首位打者を獲得した。この他にも北村てる文、吉武春樹などといった若手が台頭し、 5年ぶりの A クラスとなる3位で終了。シーズン終盤の10月11日、中西監督が成績不振の責任を取り辞任を表明した。本節では、前シーズン終了から本シーズン開幕までの入り対談について記述する。9月20日、10月2日、10月10日、10月12日は、ダブルヘッダー色付きは規定等球回数以上の選手。 ありがとうございます。